皆様こんにちは、えー、過去問対策両問セレクトの、まあ、ご紹介ということで始めさせていただきたいと思います。担当はレックスに2行中小企業新名紙の黒川です。 でま今回ですね、ああのま過去の本試験問題ですねを講師がこうピックアップしてセレクトしたっていうようなそういったところのまあ過去問をですねまベースに作ったまあ講座ですねっていうところがまああのレックでこう出ているというところなんですけどもああのまこれはですねやっぱりこ一次試験ですねでまずどんどん本試験のまでの期間がこ狭まってきているとでまさに本試験が迫ってきているというところででま対策として何が一番有効かなっていうときに 本試験問題なんですよねっていうのをこう改めてやっぱりやっていくというのが必要になってきますとでまあまあいろんなこうまあんですかねスケジュールでこうやられてる方がいると思うんですけどもまあおおよその方がですねまテキストの学習っていうのはまあだいぶ進んできたかなというところでまあほとんどの科目もしくはまあ今回周辺科目だけ受けますよとかっていう方もいらっしゃると思うんですけどまあある程度こうま受ける科目ですねに関してのテキストによる学習っていうのはまあある程度進んできたと思います でその後にじゃあ何するべきかっていうところで今度はやっぱりこうまあインプットテキストの内容インプットするところから今度はアウトプットしてやっぱ問題が解けるようにならなきゃいけないとで問題が解けないと本試験には受からないっていうことでその問題解く ため解けるようになるためにはじゃあどういうふうにした,したらいいのかというところが大事なんですよね。でそこのまあ、フェーズに行くというのがまあ、これからの時期かなと。でそこの題材としてやっぱ一番有効なのが過去の本試験問題なんですよね。でこれをまあ解いてしっかり解いてね内容を理解してあこういうふうに問われるんだなと。で問い方を確認したりだとか傾向をつかんだりっていうことも,ももちろんやってほしいと。 でさらにはそのどういう論点が問われていてどうやったらこう適切なのか不適切なのかっていうのは判断できるのかなっていうところですねでどこまで押さえていればそれがこうその選択肢が「丸なのか「×」なのかっていうのが判断できるかというところがこう分かるようになるというところがすごく大事なんですよねなのでテキストでやったことと問題として問われたところのこうギャップをしっかり埋めていくという作業が必要になってくるというところなんですよでそれをきっちりやっていくっていうのがまあすごく大事です でこれができるとですね、まあ、だんだんこう問題を解く能力っていうのが上がってきて、で本試験のまあ実際の、要は本当の問題を使ってやってるんで、まあ、レベル感も本試験に合ってくるんですよね。なので、次の皆さんが受ける本試験が、しっかりこう手応えのあるというか、まあ、ちゃんとこう解けるようになっていくというところに、その能力がアップしていくんですね。なので、そのフェーズにまあ徐々にこう移ってほしいというふうに思ってます。 で、その時に、まあ、やり方がすごくやっぱ大事なんですよ。で、もう時間は限られてますという時に、やり方を間違えると、やっぱこう、あの、頑張っても頑張っても結果がついてこないっていうことに、やっぱ繋がっちゃうんですよね。で、そうなってほしくないっていうのがあります。で、結構やっぱ質問とか相談とかでもやっぱ多いのが、結構やってるんだけど、なんかこう、全然成績が上がっていっていないという方ですね。結構多いんですよね。で、それってやっぱりやり方が良くないっていうのが、まあ、まあ、一番の要因なんですよ。 でそのやり方としてこの過去問をやるっていうのもただ単にやりゃいいというもんじゃないですよねただ問題解いて解説見てそれで次に行くということを繰り返しててもなんかやっぱ入ってきていないとこう染み込んでいかないとですねやっぱりこう物にし,かしていかなきゃいけないとでそれができてないとやっぱりこう全然ですねあの、まあ、やっても無駄になっちゃうんですよねでなのでそうならないようにですねやっぱり一問一問大切にやっぱ解いていくっていうのがすごく大事なんですよね で覚える暗記よりもとにかくやっぱり理解なので本試験の問題も選択肢をまあ一時試験だとしてもですねその選択肢を絞るということがやっぱり大事なんですよね絞る能力判断力っていうのが一番重要なんで暗記力じゃないですよ暗記力は不要不要でやっぱ判断する能力が必要になってくるというところで一問一問ではな,なんでこれが不適切なのかとかでどうやって判断すればこれが適切だっていうのが分かるのかとかっていうのを 考えながらしっかり一問一問こなしていく必要があります。で理解してあこれはこういう選択肢の作りでこういうふうに書いてあるからだから正しい選択肢なんだと。でもこの「い」の文章はここがこういうふうに不適切だからまあこのまあこの理由で,でここは不適切にやっぱりしなければいけないと。で逆にじゃあこの文章をこう適切に書いったらやっぱこの,文この単語やっぱこの単語に置き換えないといけないのかなとか。 まあそういったところがです、ねこうまあ、ある程度こう説明できる、まあ、自分自身が納得する形で、まあ、ある程度こう説明できるぐらいのレベルで,す、ね、でやれてればすごくやっぱベストですねでそこまでできているとしっかり根拠を持って選択肢が判断できるということになりますので,でなので、まあ、それがです、ね、やっぱりこう応用力というかその場のこう対応力にやっぱつながってくるということで,でそれは大事なんですね でそれをしっかりできてる人こそがやっぱりこう安定的に受かるっていう感じなんですよ。ぶれなくその時の本式の傾向とかまあたまたま文章がちょっと今までに出てないパターンでこう聞かれてきたとかでちょっと難易度が上がっちゃったよとか、まあ、そういったところにもうまいこと対応できるんですよね。 なのでこう、リスクがこう避けられるような勉強方法なんですね。で、それを、こう、まあ、本試験の題材を使いながら、やっぱ身につけていってほしいですし、やっぱり、行きやすいですね。本試験を題材にすることによって、それがやっぱ身につきやすいんですよ。っていうことになってきますと。で、それをやるというところが、まあ、大事ですということで,で、それをですね、もう、あの例えば過去、本試験問題5年分。 5年分ありますとで5年分あって5年分を端から端まで丹念にやっていくとまあ、全く時間が足りなくなりますということがあります。でなのでなお多くの人はですねなんかこうまあな例えば1週間で1科目回そうとかねえ要はこの。 1> 1週間、まあ、5日間で、まあ、5年分回していこうとかで5日間で、まあ、5科目回そうとか、まあ、7日間で7科目回そうとかそういう計画を立てがちなんですねで。それも計画の立て方っていうのもちょっとかなり、あのー、ポイントがあってでそういうふうにやる人って結構その量をこなせば何か身につくんだろうと思ってると。 いうところで,で、そういう目標の立て方をしてですね、もう何回も何回も過去問をですね、もうやり直していくと。で、まあ1回しかやらないより、まあ2回、3回、同じ問題を見,見直した方が当然、まあ,あのい,い,いいんですね。それはいいんですけど、ただですね、それってあの、量を目標にすると、今日はこれをやろう、今日はこれをやろうっていうことで、まあボリュームを目標にしていくとですね、こなすことがやっぱり目的になっちゃうんですよね。で、目的が変わっちゃうんですよ。 でで本来の目的はやっぱり身につけることなんですねその論点を理解してで身につけて次の本試験をちゃんと解けるようにすることが本来の目標目的になるはずなのにこなすととにかく問題を1年分今日は解き終わるってことが目標になっちゃって入ってきてるか入ってきてないかっていうのが二の次になっちゃうんですよね。 でそうなってくると結構ですねスピード重視になるんでやっぱ入ってこないんですよ入ってこなくてそのままやっぱりどん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 次に進んでしまうというような傾向になってる方がやっぱ多いなっていうのがすごく印象としてありますなのでそれもですね目標設定もまあかなりですね、まあ、変えていただいて今日ここまでやろうじゃなくて今日はここを理解しようっていう目標の立て方にやっぱ変えるべきかなと思ってます なので、そういうふうにですねあんまりこう1日で1年やろうとかで7日間で7科目回そうとかそういうふうに考えなくていいですんで,で今日はここの論点ですね財務会計の、まあ、NPV 計算についてを、まあ、投資意思決定の部分をしっかりあの理解できるようにしようだとか、まあ、企業系の、まあ、組織論のところの、まあ、この,あの論点ですね組織構造についてのところをちゃんと、まあ、問題として解けるようにしようとかっていうふうに、まあ、そういう目標設定をしていくような形でやって 取りり組んでいいいいいくくっってうのすすごやぱと思いますなんでテーマごとに押さえていくような形で,ですねしっかり一個一個ですね着実に押さえていくということをしていってまあどん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 こう理解していくというところ大事なんですねでそれを是非やってほしいなとなんで決してこうまあこなしていくっていうことを目標にしないでいただきたいなと思います で、それをですね、まあ、上手に進めるためには、やっぱりこう、なんですかね、過去問が5年分がですね、1問から25問までボーンとあるという、全部ありますよという状態から、じゃあやってくださいってなると、結構やっぱりヘビーなんですよね。で、難しいと。で、全部は当然できないし、で、その、そのやり方で、ね、で、1問1問こうて、丹念にやっていったら、全く時間足りないですと。 っていうことにも繋がっちゃいますし、だからボリュームを目標にしやすくなっちゃうんですねし。したくなっちゃうんですよ。どうしてもこなしたいなと思っちゃうんですね。なので、だからこそ、もうやっぱり絞ると。絞るってことは大事で、まあ、過去問の中でももう二度と出ない問題もありますから、やっぱり重要度ってのはあるんですよね。重要度があって、ここは押さえてください。で、ここは取れなきゃ絶対まずいですと。っていう問題から、ここを取らなきゃやっぱ合否に関わるよと。 でもし50点目標にしてる科目だとまあまあギリギリと取れなくてもいいですけど6割確実に目指すような、あのー、目標の科目だったらこの論点を取んなきゃいけないという合否を分けるような問題だとかこれは別にやんなくてもいいんだけどでもちょっとなんか気に,気になるよねとなんか傾向上ちょっともしかしたら問われるかもしれないなとか、まあ、そういうなんか重要度もいろいろあってでそれにこう古るい分けしながら過去問を見るっていうことがすごくやっぱ大事なんですね。 なのでこう厳選された問題ピックアップされた問題に絞り込んだ上でその中でその範囲内でやればですね結構理解力こうつきます。なんでこうたくさんやろうとしなくていいとたくさんやらずにですね絞り込んだところを丹念にやり込んでいくような学習方法というのはすごくやっぱ学問としてはあのいいですんで,でそれをぜひやってほしいなと。 いう,ふうになってますでそれをやるのがこ,この講座なんですね。ちょっとなんか前振りが長くなりましたけどでそれをやりますと。でそれを今回この両「良門過去問対策の良門セレクト講座」ということでその講座にしましたんで,でそれぞれの各科目の担当講師がで過去問のよりすぐりのいいやつをですね選び抜いてで、まあ、分野ごとにこう分けてですねでまとめましたんで,でそれをやってほしいなというふうに思ってますと。 ということで,で、ちょっとこのやっぱ講座、まあ、ほぼ必須ですね。やっぱ取った方がいいというか、まあ、絶対に、やっぱこれ取んないと、ちょっとあのきついと思います。皆さんがきついと思いますあの。対策を進めにあたって。なので、ちょっとですね、まあ、あのー、普通の通常のコースにちょっと含まれてないっていうところはあるんですけど、ちょっとあのやっぱり、ここはですね、やっぱり取っていただいた方がいいと思いますんで、まあ、ぜひちょっと、あのー、この厳選セレクトですね、を まあ、取っていいただいてで、それを使ってちょっと学習進めてほしいなというふうに思います。で、ちょっともうちょっとですね、あの軽く詳細をお話ししますと、まあ、過去問対策、両問セレクトとかっていうふうになって、で、まあ、まあ、いろんなこんな人がいますよと。で、ここなんですよね、ここ。で、講座内容のところ、ちょっとここがポイントで、必達問と旧書問と、まあ、捨て問の向かう3つに、3分野に分けてますと。 分けてるんで、ふるい分けしてるんで、まあ、そもそも、まあ、厳選した中で、さらに、こう、これは絶対取れなきゃだめっていう、必達ですね。と、で、ここを取,取れば合格者のラインだよというところの急所問題ですね。で、まあ、あとは、まあ、取れなくてもいいんだけど、なんかちょっと気になるなと、気になるなっていうこの捨て物ですね。に、ちょっとそれぞれ分けてるんで、で、まあ、ちょっとそれですね、必達もまず、こう、優先的にやると。 ということで、必達もやっていただいて、もうここもほぼ100点に近いぐらい取れなきゃダメですね。必達なんで、もうほぼ取んなきゃダメですと。で、そこをもう、まず優先的にそこだけをとにかく鍛えていくという形で、ここが100%取れるようになったなと、ちゃんと理解できたなってと、次に行くという勉強方法ですね。そういうのができるんですよ。で、吸収問題。ここ、ここ、まあ、しっかり取れなければ、取れれば6割以上。 通れなければ6割いかないみたいな、そういうボーダーラインですね。が明確になってくるんで、こういう問題が取れるんだったら、やっぱ合格者なんだなと。で、じゃあどうやったら取れるようになるのかなとかっていうのをしっかり考えると。っていうことで対策を進めていくと。っていう急所問題。まあここができればもう OK です。合格ラインに乗ります。で、あとはさらに何なんか7割8割目指したいよという形で高得点を取りたい科目だとかっていうのは、やっぱりちょっとこの3つ目。 のところはちょっとこうチェックというか、まあ、ちょっと見てほしいなというふうに思っています。まあ、なので、ちょっとこの3テーマにこう分けながらですね、あのそれぞれこの平成25年から29年まで、あ、直近5年間です、ね、の本試験問題っていうのをそれぞれまあピックアップした上でさらにテーマごとに分けてますんで、これを参考にしながらですねぜひ対策を進めてほしいというふうに思っています。 で、当然、1試験の全、まあ、科目ですかね、にありますよというところで、まああの、ごめんなさい、中小以外ですね、のありますよというところで、それぞれ載ってますんでというところでですね、あのそれぞれの対策に有効にやってくださいと。で、まあ、まあ、講師もあの、それぞれの厳選メンバーがですね、まあ、やってますんであの、それぞれの講師を信じていただいて、で、まあ、かなりですね、やっぱりこう、長年ですね、やっぱりこう、キャリアのある講師が、 なんですか、ね、こう過去の本試験問題を分析した上でですねピックアップしてますんでもうあの誰が選ぶよりあのいい問題が選ばれてますんでやっぱそこはすごくいいなというふうに思いますと。でまあ通信とスクーリングですねそれぞれありますということでまあ,あの通信でもいい,いいと思うんですよねあの、まあ、無理にとは。 なかなか通学難しいよという場合、まあ、通信でもその教材が手に入ればすごくやっぱりいいですんでぜひ、まあ、ですね、あのーまあ、無理せずという形で、まあ、こちらですね教材を入手していただいてで、まあ、かつですね、まあ、都内にお住まいでというところで で、まあ、ちょっと講義聞いてみたいよという場合も、まあ、講義あのスクリーリングがありますのでちょっと日程ですねちょっとチェックしていただいてということでですね是非、まあ、ご検討いただければなというふうに思いますので是非、まあ、ちょっと考えてみてください。 いいいいたただきななとうに思まますすあんかでねその他もろもろですね質問事項とか何かありましたらレックの方にですね問い合わせていただいてで是非ですねここのここれはもう必須講義だと思いますんで是非ちょっと考えてみていただいてですね対策にお役立ていただければなというふうに思いますではですね以上で過去問対策の両問セレクト講座のご説明というかご紹介については以上というふうにさせていただきたい ではどうもお疲れさまでした。